トーマス・アンドリュー・ダシュルはアメリカ合衆国の政治家。所属は民主党。ドイツ系アメリカ人で宗教はローマ・カトリック。サウス・ダコタ州出身。1994年より2005年まで上院院内総務。元はダシュレと表記された。1969年サウス・ダコタ州立大学を卒業し、政治学士を取得すると米空軍で 情報証拠を3年間務めた。除隊後に、サウスダコタ終戦室の初のアラブ系上院議員、ジェームス・アブレズクの補佐官として働いた。1978年、31歳で会議員に当選し、4選を果たす。1986年には、上院議員に当選し、1994年より、ジョージ・ミッチェルの後継として、上院院内総務に就任し、 2005年までその地位にあった。2001年には炭素金画報を手紙で送りつけられた。一部職員に被害が出たものの、ダシュル自身は無事だった。民主党の有力な大統領候補の一人とされてきたが、2004年には不出馬を表明。同年の上院選でも落選した。その後上院での再立候補を否定したため、2008年大統領選への 出馬が取り沙汰されていたが、2006年に不出馬を明言するとともに、翌年2月にバラク・オバマの支援に回った。2008年12月11日、オバマ時期大統領から第9代保健副市長官に指名されていたが、翌2009年2月4日に過去の納税漏れが発覚したことから辞退した。ありがとうございます。